先取りドラフト情報。このコーナーでは記者の皆様が見た今期ドラフト候補生を取り上げて紹介していきます。今週取り上げるのはこちらの2名。常葉菊川高校栗原健選手、修学館高校久喜竜平選手です。さてここで川島さんに電話をつないでお話を伺っていこうと思います。川島です。あ、もしもし。どうも、お疲れ様です。船木です。今日、はい、急遽電話出演ということになったんですけど、はい、今はどちらに？あ、ちょっとですね、都内の方に。あ、そうなんですね。なんか取材も都内だったんですか？そうですね、はい。なんかスタジオ組の間で毎回こう川島さんがどこにいるかを予想するっていうのが最近のこう予想当てクイズみたいなもう日本どこにいてもおかしくない川島さんなのではいちょっとそれを追って聞いてみました。わかりました。はい、早速ドラフト情報言っても大丈夫ですか？大丈夫です、はい。はい、じゃあ、まずは常葉菊川高校の栗原健選手について。はい、栗原選手についてなんですけど、まあ、彼は入学当時はピッチャーだったんですよね。はい、まあ、愛知県出身で、まあ、その時はシニアでピッチャーとして活躍をしてたんですけど、はい、僕は聞くあの森下監督が、彼の野手としての素質をですね、見出して、うん、まあ野手に転向したんですよね、ピッチャーから。はい、でそこから、2年のもう夏にはもう4番になっていて、まあ、ホームランも打ってて、まあ、結構体ちっちゃいんですけど、はい、非常にその時は強く振れる選手だったんですよね。でそこからまあホームランをまあ量産していって、まあ、ホームラン通算ホームランを48本まで伸ばしていったっていう選手。うんうんうん、はい、ごめんなさい、大丈夫ですか？はい、私も一つ動画、その地元 の、 はい、テレビ放送だったと思うんですけど、それで栗原選手が取り上げられてるやつ見て、はい、本当に体格がそこまで大きくないんですけど、はい、すごく、はい、でも肉付きががっつりしてて、してますね、はい、でフルスイングが持ち味じゃないですか。はい、なんかそれを見てて、あ、なんか身長って関係ないのかなってすごい思ってしまったんですけど。そうですね、まあ、飛ばすことについては、はい、まあ、強く振れるっていうことについては本当に関係ないというか、まあ強く触れてボールをどれだけコンタクトできるかっていうところが野手としては非常に大事で、タイミングよく、うん、まあ、まず彼は非常にボールを強く触れるっていうことと、まず次に素晴らしいのはもう非常に打つ尊重しないというところですね。まあ、うまく芯に当たればという話なんです。うまくタイミング取れるけど、まあ、非常にそれができてたと、その静岡大会は非常にできてた選手で、うん、まあなかなか野手ってその1試合だけで終わっちゃうと、なかなか魅力っていうのは評価され見られないというのがちょっと残念な厳しいところなんですけど、それでも甲子園では非常に鋭いスイングを見せてましたし、まあ、非常に足もかなり速いですね。いつも全力疾走してるので、はい、そういう意味で走れて強く打ててホームランも打てて、で肩ももともとピッチャーなんでいいので、まあ、非常に将来性のある、結構そういうプロってやっぱりそのいいじゃなくて強い選手がやっぱりプロにやっぱり行くので、そういう素質を秘めてる選手ではないかなと私は見てます。金属バットの野球って高校で卒業じゃないですか。はいはい、そうですね。ここからどこでやるにしても癖になるわけで、打ち方的に、はい、こう木のバットにすぐ対応できる打ち方なんですかね。はい、と思います私は。非常にしなりが効いたスイングをしていて、非常にボールを縦でスイング軌道を捉える選手なんですね。で非常に体をうまく使えてるということ、体幹をうまく使えてるので、あのスイングが木製でできれば、彼も非常にボールをコンタクトする感覚を木製で打っていくことに身につけていけば、彼も結構もう1年経ちは結構長打を打てる選手になっていくんじゃないかなと見てます。やっぱり長打タイプでいける感じなんですか、この上のレベルに。そうですね、まあ、20本30本打てるかっていうと、まあ、それはあれですけど、まあ、10本前後そういう打てる選手なんじゃないかなと。結構やっぱ脚力もあるので、そういうところで結構いろいろ強みになるんじゃないかな。まあ、大島選手とか、あと DeNA で関根選手っていういるんですけど、そういうタイプの選手になってくるんじゃないかなと見て。
ぱり結構総合力が高いですよね、走れて。高いですね、はい。うん、この、その栗原選手の記事で、鹿島さん、記事書いてましたっけ、はい、あ、書いてますね。あ、失礼しました。それで、ソフトバンクの柳田選手に似てるっていうふうに書かれてたんですけど、はいはい、これはどういった見方で。いや、もう本当にフルスイングできるっていうか、はい、そういうところですかね。まあ、また左打ちに外野手のところもあって、まあ、そういうところですかね。うん、めちゃくちゃ振りますよね、でも、見てると。はい、そうですね。高校生でここまでフルスイングする選手って、なかなか見たことないなっていう。そうですね。なんかでも、あれですよね、指導ですよね。徳明君の選手って結構思いっきりいい選手が多くて。ああ、そうですね。まあ、2年前にプロ入りした栗原っていう選手もですね。はい。桑原です、桑原。あ、はいはい。はい。非常に震えてですね、私も実際桑原さんに取材したことがあるんですけど、はい、まあ、本当に打撃練習をすると、当たり前のようにスタンドインするんですよ、その菊川のグラウンドで。あ、はい。もう、その、なんか打球を遠くへ飛ばすっていうか、そういう指導法がしっかりしてるチームで、うん、結構あれです、楽しみな。まあ、そんな強く振るっていう意味ではもう全然桑原よりいいと思うので、でも私は楽しみかなと思って。現時点で川島さん的にはこう、はい、指名されるレベル、まあそこ自分はされるレベルあるかなと思うんですけど、まあ、プロはどう見てるかって、まあ、もし彼がさらに評価を高める機会があるとすれば、まあ、日本代表に選ばれるかと。ああ、78ですね。はい、ただ今年の3年生は非常に上手い選手が多いんですけど、強く振れるっていう選手が非常に少ないっていう点で、はいはい、で彼総合力も高いので自分は推したい選手だなと思って。本日の聞きどころは以上となります。完全版を聞きたいという方はぜひオーディオブックサイトフィービーからお聞きください。今週のドラフトチャンネルは高校野球 .com 調査団からの今週の報告レポート、今週の人気記事ランキング、さらに先取りドラフト情報の3コーナーでお届けします。高校野球 .com 調査団からの今週の報告レポートでは、いよいよ開幕した甲子園大会について、また先取りドラフト情報では常葉菊川高校栗原健選手、修学館高校久喜竜平選手について詳しくお話ししています。サイトには書いていない生の情報も数多くお届けしています。さらに定期購読をしてくださった方には、その回の情報を PDF の形で文字でも提供しています。月額540円で、これだけのお得な情報が得られるニュース番組。今なら最初の1ヶ月は無料となりますので、ぜひ、PB ドラフトチャンネルで検索してみてください。よろしくお願いします。